はい、東方ブレイブリーデフォルト2実況プレパード58やっていきましょう。物語第4章ということでね、話を進めていきたいと思いますが、クエスト縛るけどねえな。片付けようかな。瓶物が増えた。スタンクレモア。お。もっかん買って、ああ、でも、剣っていう属性があった方がいいからな。買ったけど、せっかく。サモカ。こっちの方が回復力が高い。気にしよう。超またいだ時だって大体いいものないからさ、あんまり期待しなかったんだけど。鬼面の愉快ナムハーゲ。買ったけどまあいや。そうそうそう、あのね、あの撮影外でセスの、ジョブをね、まずここら辺全部マスターさせてサブジョブすっぴんにしたんですよ。ソードマスターのマスター特性っていうかね、ジョブ特性2つ目のやつ、これの効果であのすっぴんのジョブ特性得られるんで、ステータスがめちゃくちゃ上がってます。これは強い。まあ、とはいえまだね、あの、ヴァンガードの攻撃力には至ってないんですけど、多分ヒット数とか変わってくると思うから、そんなに遜色ないぐらいの火力は出るんじゃないかな。いや、まあでもヴァンガードのあの、神聖十文字斬りにはさすがに届かなそうだけど。3章のクエストからそんなに俺ちゃんと片付けてないんですよね。どっから消化しよう。夜限定とかもあるからな。まあいいや、片っ端やろう。アデルはライムダールに来たことがあると言っていたな。おすすめの料理は何だ？おすすめ？そうね、雪鹿のローストは結構美味しかったわ。おお、そいつはうまそうだ。ぜひ食べてみないとな。主人、雪鹿のローストをもらおうか。すまないが雪鹿は出せないんだ。
最近全く取れなくてね。山獅子のローストでよければ作るよ。こっちもおすすめの料理だ。山獅子だと？ないのならば仕方ありません。そちらをいただきましょう。そうだな。そっちもうまそうだ。いや待て、山獅子はやめにしないか。どうした？あ？どうして？それはその、なんていうかだな。そうそう、旅の思い出を山獅子で彩るなんてあんまりだとは思わないか。言っている意味がよくわからないんだが。まあとにかくだ、山獅子はやめよう。エルヴィス、もしかして山獅子は嫌い？いや、そんなことはないぞ。あの独特の匂いがちょっと苦手なだけだ。それならば問題ないでしょ。山獅子のローストを。いやいやいや、山獅子だけは勘弁してくれ。まったく、子供じゃないんだから。ねえ、どうにかならない？悪いが本当に無理なんだ。雪鹿がさっぱり姿を消してしまってね。寒さをしのぐための毛皮も取れなくて、町にとっては大きな痛手だよ。ここ数年妙に暖かいせいかね。もし雪鹿を町の外で見つけたら教えてくれないかい。もちろんお礼はするよ。なるほど、雪鹿を見つければうまい料理にありつけるってわけか。どっちもシピアだから。そんなに山獅子が嫌なの？何を言ってるんだ。アデルも聞いただろう。このまま雪鹿が見つからなければこの町の人たちが凍えてしまう。まあそう言われてしまうと放っておくわけにもいかない気がするが。そうだろう、我々で見つけてやろう、雪鹿を。はいはい、まあ、片っ端行けよ。とりあえずね。グロリア、何か町へ出て買ってくるものある？必要なら私がついでにって。グローリア、おーい、グローリアさん。え、あ、何かおっしゃいました？グローリア、少し疲れてるんじゃない？疲れてなどいません。少し考え事をしていただけです。そうかしら。なんですか、そんなにジロジロと。ダメ、何を悩んでいるのか知らないけど、それじゃダメよグローリア。そんな思い詰めた顔ばかりしてたらしかめっ面が癖になってしまうわよ。適度に力を抜かないと。たまには気分転換したらどう？気分転換など私には必要ありません。ほら、その生真面目さがダメなのよ。たまにはパーッと息抜きしないと。その方がいざという時に力が出るというものよ。そんなことを言われましても、何をすればよいというのです？そりゃこんな時は好きなことをするのよ。何か熱中できる趣味はないの？趣味？いえ、特には。即答ね。何かあるでしょ、歌うとか踊るとか。王族のたしなみとして詩も音楽も絵画も一通り習いましたが、趣味というほどのものでは。そうなの？じゃあその中で得意なのは？そうですね、強いて言えば絵画でしょうか。じゃあそれにしましょう。絵なら私も自信があるわ。一緒に描いて勝負といきましょう。絵を描くのですか、ここで？うん、となると絵の具が必要ね。顔料を集めに行きましょう。あ、っていうクエストなのね。で、他にもクエストいっぱい出てたぞ。うん、なぜかガラハードがいると。あれ、
あなたは確かウィズワルドの。ええ、ガラハードです。ウィズワルドではお世話になりました。しかし驚いたな、お前とこの町で会うとは。俺も先ほどこの町に着いたところです。まさに奇遇ですね。それでこの町にはどうして？妹に会いに来たのです。実は俺はこの町の生まれでして、幼い頃俺だけウィズワルドに預けられたのです。妹さんと離れ離れに暮らしていたのか。はい、子供の頃以来なかなか顔を合わせることもできなくて、ウィズワルドもなんとかやっていけそうですし、ここらで思い切って妹に会おうと思ったのです。あれ、そうだったの。妹って、きっと妹さんも喜ぶわ。ええ、あいつの驚く顔が今から楽しみです。そうだ、あなたたちのことを妹にぜひ紹介させてください。落ち着いたら大聖堂に来てください。いや、嫌な予感がしてきたぞ。妹はそこにいるはずです。ん、あとどこだ。どこ。アルテミスの弓。とりあえず4つ受けましたね。すぐ終わらせられそうですから、続けていこう。夜限定のもあるとこあるから、これもね、やらなきゃ。あれマルファさんじゃないか。今日はどうしたんだ？ちょっと大聖堂に用事がありまして。あなたたちこそどうしたんですか？人に会いに来たんだ。ガラハードっていう大柄の男が訪ねてこなかったか？ガラハードさんなら町の外のお墓へ向かいました。やっぱりか。お墓？そこに彼の妹グラディスが眠っていますから。グラディス？じゃあガラハードさんの妹っていうのは？以前話したことがあったかと思います。グラディスは幼い頃に司祭であったご両親を亡くしたと。そして彼女の兄ガラハードさんはウィズワルドに住む遠い親戚のもとへ引き取られたの。そうだったのか。私はグラディスが亡くなったことを正直に伝えるしかなかった。それを聞いたガラハードさんは人目もはばからず泣き崩れて。ガラハード、大丈夫かしら？お墓行ってみるか。あ、こっちじゃないんだ。まあ悪行にね、加担してたわけだから自業自得といえばそうなんだけれども、あ、こんなエリアがあったんだ。え、なんかいたんだけど。は？勝てるか？は？ちょっと待って。ちょっと待って、こいつらなんだ。よい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 よ。これ好きのことで。本出しちゃおうかしら？一旦引きましょう。え？
何だったんだ。おお、クラディス、クラディス、俺がもう少し早く来ていれば。ガラハードさん、話はマルファという女性から聞きました。グラディスは己を責めるあまり無茶をして死んだのでしょう。重い罪悪感に苛まれながら一人孤独に。すみませんが、一人にさせてください。気持ちはわかるが、今のあんたを一人にするのは心配だ。放っておいてください。俺のことはもう。あの様子じゃ俺たちが何を言っても無駄だろうな。そうだな。うん。妖精狩りに会った方やその家族がグラディスさんを許せないのは仕方ありません。でもホログラードが侵攻した時に彼女に助けられた人たちもいます。町の人たちから話を聞いて、そのことだけでもガラハードさんに伝えませんか。ああ、そうだな、そうしよう。うん。あれ強かったな。そのうちリベンジだ。さてで、何から何してもいいんだ。何人かいるみたいだね。私の妻はグラディスに連れて行かれたんだ。妖精との疑いをかけられてね。理由はとある集まりに出なかった。それだけさ。妻は数日体調が悪かったと話したが、誰も聞く耳を持たなかった。人前に現れずコソコソしているのは妖精である証拠だってわけさ。今思えばヘリオに命じられてやっていたんだろうが、グラディスが死んだのも因果応報というやつじゃないのか。悲しいことにその通りなんだよな。ガラハードとグラディスの両親は共に町の司祭だった。それは立派な司祭だったよ。だが審判の騒動に巻き込まれてね。グラディスはそれを妖精のせいだと考えた。それゆえヘリオの虚言にも惑わされたのだろう。だから私はグラディスのことを恨まないようにしている。恨みや憎しみは新たな争いを生むだけだ。それではマルグリットも浮かばれないだろう。グラディスは自分の過ちを本当に悔いていた。ずっと一緒だった私にはそれが分かっていました。それだけにとても残念なの。これから正しい道を歩んでいこうとしたその矢先に、ガラハードさんの気持ちも分かります。私も未だ信じられないくらい、私グラディスと話したいことがまだまだたくさんあったのよ。だからね、お墓に花を手向けるときにね、ついグラディスに話しかけてしまうの。でも何も答えてくれないのよ。お墓だものね。ごめんなさい。
うん。グラディスさんね、ずっと怖い人だと思っていたわ。でも最後にね、私たちを逃がしてくれたんだよ。たった一人でホログラードの兵士に立ち向かってね。おかげで私たちはこうして生きているんだ。安らかに眠ってほしいもんだね。この町もいろいろあったけど、ようやく平穏が訪れてきたところだからね。やっぱりグラディスのことを快く思っていない人はいたわね。だがそうではない人もいた。グラディスの死を悼んでいる人もな。どれだけ慰めになるか分かりませんが、ガラハードさんに伝えに行きましょう。あとお墓のグラディスにも伝えないとね。せめて少しでも安らかに眠れるように。うん、じゃあこれをガラハードに伝えに行こう。ガラハードさん、放っておいてくれと言ったはずです。しかしいい加減にしないとお前まで体調を崩してしまうぞ。もういいのです。俺のことなんてもうどうでも。妹はさぞ恨まれて死んだのでしょう。せめて俺だけでもそばにいてやらないと。ガラハードさん、あなたの悲しみはわかります。ですが見てください。あなたがかばってくれたおかげで私は今日も生きています。どうか安らかにお眠りください。グラディスは決して恨まれてばかりいるわけじゃないの。それだけは知っておいて。あんた、奥さんが妖精狩りにあったっていう。そうだ。妻はグラディスに連れて行かれた。グラディスが妻の話を聞いてくれたら、妻は死なずに済んだんだ。私はずっとそれを恨んでいる。恨んでるのに、畜生。恨んだって恨み続けたって全然心が晴れやしないんだ。死んだものを恨み続けて足毛にし続けるような真似をしても心が余計に痛むだけだ。だからこそ私はこうして祈りに来るんだ。この人があの世で間違わないようにと。グラディスは確かに過ちを犯した。しかしそれを悔い変わろうとしていた。自ら変わろうとしているものをなじり続ける。それでは何も変わらないまま終わってしまう。それは虚しいことだ。許しは重要だ。我々が前へ進むためにもな。うん？墓石に何か刻まれているな。え？こうして雪を払えば読める。多くの民を守った戦士、ここに眠る。町の者からそう刻んでくれと頼まれたのだ。グラディスは英雄としてここに眠っているのよ。グラディスは恨まれていたわけではない。恨まれて蔑まれて一人悲
しく、冷たい土の中で眠っているのではない。ここは共同墓地だ、ガラハード。お前の両親もここで眠っている。本当に恨まれているなら他の者と同じ場所に埋葬されるはずがない。そうか、そうですね、グラディス。迷惑をおかけしました。ウィズワルドに戻るのか。はい、俺は俺のやるべきことをやります。そうか。そうしないとグラディスに怒鳴られてしまいますから。そうだな、確かに彼女なら大声で怒りそうだ。子供の頃からやんちゃなやつでしたから。ではそろそろ出発します。機会があればまた会いましょう。ああ、元気だな。はい、なんだ、経験値ゼロ、何のメリットがあるんじゃこれ。はい。ね、まあ、ガラハードとグラディスに関わるイベントを見ることができました。そんなにね、大変なクラスでもなかったんでね、また次回も引き続きクエスト消化続けていきたいと思います。では、ブレイブリーの本日、実況プレイパート58。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。